この界隈にいるからは
通りの顔触れは
大変ありがとうございました、子供たちもね一生懸命頑張っていただきまして本当にありがとうございます。声援が非常に良かったです。このおひねりが子供たちの唯一の楽しみです。本当にありがとうございます、それではですね、3年間語学研修ということで小原の地に来ていただきまして、初めはですね熊取りを体験していただいて、小原の歌舞伎というものに興味を持っていただいてですね2年間ですか、それぞれの役をやっていただきました、本当にね、私たちも、大丈夫かなと思いましたけど一生懸命こう役に、ね、馴染んでいただいてまた、言葉もしっかり三河弁の難しさも勉強していただきまして、なんちゅう怖い言葉だとかいろいろ覚えたみたいですよね。そういう点では、本当にありがたかったなと思います。これをねタイの国に帰っても一つの文化としてね、知らせていただきたいなと思っています。一言ちょっと、話をどうぞ。こんにちは。ウェイです。タイから来ました。ここに3年、もうすぐ3年間に、はい、3年間になる。本当に嬉しかった。歌舞伎保存会見つけた、たまたまに見つけた、はい、本当に嬉しかった。歌舞伎おかげで日本の生活楽しくて温かくさせた。いろいろお世話になりました。本当にありがとうございます。おばらのですね、本当に文化に馴染んでいただきました。おばら歌舞伎の、伝統的あるこの発表ですね、ウェイさんにあげたいと思いますのでまたよろしくお願いします。はい、本当にありがとうございました。またタイとの、ね、交流も深めていきたいなと思っております。本当に皆さん声援ありがとうございました。